小池知事は大阪で松井一郎府知事と面会し、国が検討を進める大都市の税収を地方に手厚く配分する税制改正について、日本の成長のプラスにならないと共通の見解を示しました。国が検討を進める税制改正に反対する小池知事は、このあとこちらの大阪府庁で大阪府の松井知事と連携を模索するものとみられます。こんにちは。すいません。ありがとうございます。わざわざ。こちらこそ。どうぞ。はい、ありがとうございます。小池知事は松井知事と面会し、大都市に集中している地方法人税を国が地方に配分する方向で検討していることについて、およそ20分間にわたって話し合いました。その中で、地方への税源の移転は日本の成長のプラスにならない。地方税財政制度の抜本的な改革を行うべきなどと共通の見解を示しました。地方自治体自らの権限と責任で自主的自律的な財政の運営を行うというのは当然のことであり、それこそ地方自治でございます。大阪府ともしっかりと手を携えながら、国に対しましてもこれからも考え方を強く訴えてまいりたいと考えております。小池知事らは今後、政府や国会議員らに積極的に働きかける考えです。